九州参考80歳にご来場の皆様、お待たせいたしました。これからのステージは八代白百合学園高等学校吹奏楽部の皆さんによるステージをお楽しみいただきます。それではよろしくお願いします。学園高等学校吹奏楽部です。
学校は新幹線の止まる JR 新八代駅の目の前にあります。私たちは一音一心の部訓のもと、笑顔と感謝をモットーに日々の練習に励んでいます。本日は最後まで精一杯演奏いたしますので、ご声援よろしくお願いします。オープニングで演奏いたしました曲は、金管楽器の華やかなファンファーレとともにコンサートの幕開けを飾るプロローグ1を顧問の服部明子先生の指揮でお送りいたしました。申し遅れましたが、本日司会進行を務めますのは下益城城南中学校出身、フルートパート3年早瀬沙耶です。よろしくお願いします。続いては、昨日10月1日に玉名市総合体育館で行われた熊本県マーチングコンテストで演奏し、金賞県代表で九州大会の推薦をいただきました曲を演奏します。曲はインザストーン、アースウィンドエンドファイアーのセプテンバー、エルトンジョンのユアソング、プレスリーのキャントヘルプフォーリンラブをメドレーにしてお送りいたします。美しいカラーガードや力強いサウンドと4曲それぞれの曲調の変化をお楽しみください。それではどうぞ。Thank you.
したのはトランペットパート3年寺本奈良と岩永優里でした。ただいまの曲は10月9日鹿児島県の西原商会アリーナで開催される第40回九州マーチングコンテストで演奏いたします。またカラーガードは本日全体像をお見せできないのが残念ですが、来年1月29日開催の全国大会にも出場する予定です。このように座って演奏するだけでなく、吹奏楽の表現の可能性に挑戦する日々を私たちは送っています。続いては群青、ロックンロールキャバレーなど計4曲をメドレーにした題して白百合お楽しみメドレーをお送りいたします。皆さんが一度は耳にしたことのある曲や盛り上がれる曲が盛りだくさんなので、ぜひ一緒に歌って踊って楽しみましょう。それではどうぞ。Thank you.
続いてはサンバの名曲ブラジルを演奏いたします。曲中に出てくるフルート、ピッコロやトランペット、トロンボーンの軽快なリズムに乗って演奏される華やかなソリにもご注目ください。それではどうぞ。初めてで、コロナ禍がありましたので演奏会もたくさんですね、こう見送りがあったりとかして、先日は台風で、コンテストやコンクールが延期されたりとかですね、そんなことで、高校生も、コロナのこととか天候のこととかいろんなことに、まあ、言い方悪いですけども、まあ、振り回されているようなところもあるなと思いながら、早くですね、普通の平穏なですね、高校生が高校生らしい、活動ができる日々が来るといいなというふうに思っております。実はお知らせということで、この桜町の向こうにですね、熊本城ホールがありますけれども、皆さんもう行かれましたでしょうか。そちらでですね、来年1月のですね22日ですけれども、華麗なるスーパーマーチング&スーパートップコンサートということで、県内の、まあ、マーチング、それから吹奏楽をしている団体で集まって、そして、トランペット奏者でいらっしゃいますエリック宮城さんをお呼びして、そして、吹奏楽とマーチングの可能性にこう、まあ、挑戦してみようという、すごい
企画を今ブチ立てておりまして、そちらの準備を進めているところです。1月22日ということで、こちらの熊本城ホールが、熱くなる日でございますので、県内各地から、いいバンドがたくさん集まって演奏会をすることにしておりますので、ぜひともですね来ていただければと思います。そしてそれから2週間後にですね、私ども八代の学校ですので、八代市の、桜十字ホールというところがございますが、こちらの方で第25回記念の定期演奏会をさせていただこうと思っております。こちらの方は、八代は500人のホールしかございませんので、3回公演をさせていただくことになっております。2月の4日、昼公演、夜公演、そして2月の5日、お昼の公演という形でさせていただく予定になっておりますので、もし演奏を聞いて面白そうなバンドだなと思っていただける方がいらっしゃいましたら、ぜひとも、演奏に来ていただける、演奏を聞きにですね、来ていただければ嬉しいなと思っております。まだまだ演奏は続きますので、今後ともお付き合いください。よろしくお願いします。いかがでしたか。続いては皆さんで盛り上がるラブ、ピース、アンダーザグループをお送りいたします。この曲中には3つの振りが出てきます。皆さんも一緒にやってみましょう。まず右手を上に上げてください。1つ目は L の形を作ってラブ、次に人差し指と中指を出してピース、最後に人差し指と小指を出してグルーブ。ラブ、ラブ、ピース、ピース、グルーブ、グルーブ。そしてこのパフォーマンスをしないときはこの手拍子で参加してください。ではご一緒に、パンパンパパパン、本当にありがとうございました。ラストは白百合学園が愛してやまないディープパープルメドレーでお別れです。
ノリノリの演奏や各楽器のパフォーマンスにもご注目ください。本日は本当にありがとうございました。
八代白百合学園高等学校吹奏楽部、学部の皆さんにもう一度大きな拍手をお送りください。八代白百合学園高等学校吹奏楽部の皆さん、そして MC は早瀬さやさんでした。ありがとうございました。